どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマなんでしょう。今回ですね、バトルロイヤルのこちら、はい、衝撃シーンランキングということで、はい、連発ですからね、はい、これはね、見ていきましょう。はい、で、僕の3位は、こちら、東大の女子たちが同士打ちで全滅するシーンです、ね、僕はそこですね。これがね、あっさりでしたね、こいつらは。そうね、本当、連鎖的にね、まあこういうことになるだろうなって思いましたけど、意外と後半でね、これをやってきたんでね、全員死亡です。そうね、特にあのこの白紙ね、青酸カリちょっと飲んだらこんなになっちゃうの。こんな即効性あるんでしたっけ。いや、ね、青酸カリは結構即効性あるよね。そうか、なんかここが焼けるみたいになって、うん、結構すぐ死ぬっていう。中川さんね。でもこのなんか白じゃないらしいけどね、うん、なんかあの窒息死になるって言うけどね。なんかそうだね、うん、相当苦しいって言いますよね。でも青酸カリ飲んだ汁をこいつがね、つまみ食いさえしなければね。そうなんですよね。ちょっとやっぱみんなテンション上がりすぎてて、うん、危ないなって思ったんですけど、でもまあこいつはつまみ食いしなかったら七原は死んでましたからね、まあ、逆にね、うんうん、あのね、なんか院長もひどいやつでしたからね、うん、なかなかね、寝てる間にキスしちゃう、ね、そうなんですよ。院長好きだから七原のことが、うん、寝てる間にキスして、さらになんかね、部屋から出てく間際に強引にキスしてましたもんね、うん、私は2回目だよみたいな。これこいつら作戦的にはどういう作戦だったの。東大にずっといて、そこが禁止エリアになったらどんどん移動してって、最終的にはどうしようと思ってたの。まあだから一緒じゃない、七原たちとどうにかなんとかしてなるんじゃないかって、うん、考えようっていう。そうね、ここら辺で一気にね、なんかキャラ薄い子たちがやられちゃいましたもんね。まあね、手ならって言ってね手を狙おうとしましたけどね、うん、当たんないでしょ、手なんか。まあね、危ないよ、うん、はい、じゃあ僕の第2位はこちらです。矢作よしみが頭を打たれた倉本洋次の脳みそを戻そうとするシーンですね。あそこね、うん、まあね、いざっていう時に頭打たれちゃってね、戻そう戻そう戻そうっつってね、こいつでね、うん、よくさ触れちゃうな、脳みそを。こいつはね、かわいそうでしたね、うん、いや、そう ね、報われないんですよね、この子は。とにかくずっと、うん、最後の最後にね。まあでもまあ2人で一緒だったからいいんじゃないですか、最後ね会えたから、倉本と、うん、まあね、実際カップルでも殺そうと思うのかな。ね、こいつら殺すとかじゃなかったもんね、うん、でも途中でなんかこの男がやっぱちょっとねビビっちゃってたんでね、うん、てめえみたいな なってますよね、うん、俺のこと殺そうとしただろうみたいな、何回も繰り返しちゃうんで、倉本洋次は。中学生ぐらいのカップルだとなるんだよね。なんかね、じゃあ私はですね、まあ、最後のですね、やっぱりあの顔面をね、こう桐山が撃たれて死んだと思ったのにガバッと起き上がってきてね、そこからもゾンビのようにね、無双し出すんですよね、うん、すごい強さなんですよね。桐山は何なんだろうな、本当。死ぬでしょ、ここ撃たれたら、うん、だって脳貫通してるでしょ、うん、一番やばいとこ撃たれてるでしょ。こっからよくやるよね、なんか、うん、撃たれるの うまいとこ通り抜けたんじゃない。いや、ここだったらまだ分かるけど、ここはもう無理でしょ。こっからこう行ったでしょ、うん、これは脳いかれてるでしょ、ね、ゾンビみたいに何回もなるんだよな、桐山は、うん、うん、無双状態になって、でもそこからは撃ってないんだよね、あの銃しか撃ってないんだよね、うん、なんかあの警察みたいな動きしてるよね、そこから、うん、謎のね、まあ衝撃でしたね、桐山、うん、桐山が強すぎる、とにかくちょっとね、天才すぎ、このクラスがすごいんだよな、本当に、はい、じゃあ僕の1位はこちら、相馬光子が桐山に顔面を撃たれるシーンですね、うん、まあ、相馬光子はね、桐山しかいないだろうなと思いましたけど、ちょっともう雑魚になり下がっちゃうからな、最後 ね、ちょっとやっぱバックボーン見えちゃうとね、うん、ただこんな、どういうことになってんのこれ、真ん中を腹の真ん中を打たれて、後ろから脳みそが全部出てきちゃうっていう、これ結構すごい銃よね、え、何なんだろう、ホルトパイソンとか入り口これで、外がパーンなんだもんね、なんだろうね、結構でかい銃だよね。でもでかい銃じゃないとこんなこと起きないよね。ハンドガンとか、なんだろうこれ。誰が持ってたやつなんだろうね。
桐山はもともとマシンガン、マシンガン、うん、マシンガンはマシンガンなんだ。だから、まあ、でもあそこで自分たちの誰かから取ったあれマシンガン取ったんだよね、誰かマシンガン多分誰かあるんだよね、もともと桐山手下たちのそうそう、あそこですげえたくさん殺した時の武器が結構持ってたんじゃん、うん、武器集めてるからね、これは結構な威力の重量、これだね、うん、後ろに飛び抜いてるそう、三つも最後こうかと思って、うん、ハモビシこの書き方すげえよな、ほんと絵の、うん、怖い。まあ俺はあれですね、まあ普通に一番最初に義時が撃たれるところね、まあ、え、うん、いきなりですからね、義時がその死ぬ感じはしなかったですからね、うんうん、いきなり義時が飛びついてってね、家紋、うん、に顔面を撃たれてし、そうね、し、まあ、死んでないんだよね、しかもね、これね、うんうん、ヒューヒュー、そう、これはここの顎のところを貫いたってことだね、うんうん、全部すごいね、吹き飛ばしちゃうんだよな、うん、これは一番残酷なね、で、子供に刺されるの、うん、やっぱそのこの残酷なゲーム、無慈悲なゲームだっていうのをね、分からせるためには十分な ね、 まあね、一撃でしたね。これ何が目的なんだろうな、ほんとこれ、まあ、なんかあれだよね、映画ではこれ全く語られてないけど、映画ではその、うん、そうやることによって人の命の大切さを知るみたいな、なんかわけあの分からないですよ、なんかねそんな感じなんだ、なんかその人の命の大切さを知るためのゲームみたいな、生き神みたいな、生き神みたいな、生き神もそんなんでしたよね、何だっけ、映画はもうなんかこの国が本当にダメになって常にそういうことが回ってくる可能性があるみたいな、そういうことだっけ、そんなの語られてましたっけ、なんか理由なかったっけ、ね、しかも毎年50クラスってもう週1でやってるってことだよね、これは、うん、やばいですね、なんか理由があったような気がしないでもないけど、そういうもう戦士を育てたいってことだよね、でもこれで生き残ったやつだってもう抜け殻なんじゃんまあね、うん、まあ、川田みたいなやつがいるからね、うん、女が勝ち上がってたもんね最初はね、うんうん、49% だっけ女性が勝ち上がるの、まあ、最終的に、まあ、男がガンガンやったとしても、うん、最後の最後に撃たれたら終わりだもんね、そうね、うん、それまで逃げてるのがいいと思いますけどね、うん、むずいか、まあ、そういう戦いになりそうだけどね、逆に、うん、そうね、うん、だから逃走中みたいなことになりそうだね、やる気あるやつがガーっていって、うん、逃げてて、うん、まあね、しょうがないよね、みんな友達だからなそうなんだよね、うん、書いてなかった、映画の方は、うん、学級崩壊とか、うん、少年犯罪が増加の意図をたどってて、うん、で大人の権威を取り戻すために こういう死を利用した大人の権威を取り戻すめちゃくちゃ大人げないじゃないですか、バトルロワイヤル法っていうのを PR 法っていうのを制定したみたいな、恐怖によってこう支配するみたいな、うんっていう感じですけどね、なるほどね、じゃあ言うこと聞かないとこういうのに、いじめられてましたよね、確かに、ああ、来たのが、はい、らしいね、うん、まあまあ、そんな感じですね、はい、というわけで、衝撃シーンランキングですね、はい、はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ、義時くん、どーん、ああダメだぞ、中川先生の許可なしで勝手に席を立つもんじゃないぞ、来てください、ん、ヨシト君にとどめを刺してください。そっち？どうも、ありがとうございました。